なんと皆さん、いいことは続くもので、ついにメディバルダイナスティアップデが来ました。いや、このね、収録の合間にちょろっとね、ふとスチームページを見てみたら、アップデが来たらしいんだよね。なんか描写若干変わった、なんか木の見え方違う気がするんだけど、気のせいか、なんかちょっと絵心が変わったような気がする。あ、なんか違うな。これちょっとプレイしてる僕じゃないと分かんないかもしんないけど、まあそのアップデ内容に触れるのは、まあちょっと次回とかに軽く触れようかなと思ってるんですけど、スティックとかもなんか違うな。これは気のせいか。結構ね、いろいろ変わったんですよ。まあフィックスとかも当然ありので、まあプレイングもかなり、まあそこそこ変わるのかなという印象なんだけど、今回ちょっと触れたいのは、ちょっとね、あっちでめでたく一人夫婦ができたということで、こっちもイチャイチャができるようになった。あのね、イチャイチャが強化されたらしいんですよ。ちょっと早速ズビーとイチャイチャしようかなと思うんですけど、何がどう変わったかよくわからない。ズビー、こっち、おお、なんか、あ、アイコンがか。あー、嬉しいな、やっぱ。アップデってなんでこんな上がるんだろう。全然違う。なんかもう、ダメだ。余計わかんなくなってる。近づいてもういいか。最近何か面白い話を聞いたか。どこで少し動いてもらえますか。さようなら。近づいてもういいかってなんだ。あー、UI も変わってる。変わってる。やっぱアップでは上がるわ。近づいてもういいかが、あれだね。変わってるね。なんか見た目変わってるわ。なんかくっきりしてるわ、これ。近づいてもういい。おー、見やすい。超見やすい。まあ、近づいてもいいかは、管理画面に行くってことだね。はいはいはい。ちょっとまあね、ゆっくり触れていこうかな。嬉しい。最近何か面白い話を聞いたか。これはまあ、普通の会話かな。そこで誰かがあなたにクエストを用意してると聞きました。村。あー。何か周りの動向とかを教えてもらえるようになったってこと？へー。まあ、ここのことを指してんのかな、デニカ。ちょっとまだ細かいことはわかんないし、相変わらず、ちんぷんかんな翻訳があるのは、まあ、このゲームのもう俺は魅力だと思ってるけれど、まあ、ちょっと何を言いたいのかよくわからない。どこでって何？え？何これ？これ怖いんだけど。産業動物。え？どこで？え？何これ？鶏。ロルニカ、ボロボ。あ、そこで買えるってのを教えてくれるんだ。はいはい。ここだけ英語なんだね。ベンダーって？はい、農業のベンダー。ああ、こういうの教えてくれるんだ。ありがとう、ありがとう。そういうことね。ちょっと待って。なんかガウガウしてない？ガウガウしてるね。ちょ。やめろ、やめろ。ちょ。それどうなのよ。当たんないんだよな。はい。はい。そこら辺噛まれよ。ウォレボー君ガブガブ噛まれちゃってんじゃん。はいはい。なんかウォレボー君めちゃくちゃ狙われるんだよな。まあいいか。はい。近づいてもういいか。あ、まあこれな。近づいてもういいかな。はい。話して。はい、はい。最近何か面白い話聞いた？村に行った方がいい。あなたの助けを必要としている人がいるはずだ。あー、なんか一般の会話ができなくなってるね。ふんふん。まあ必要ないってところか。しまった。そう。肝心な。ズビ。ズビが消えた。ズビ、俺とロマンスしようぜ。ロマンス。かっこロマンス。すごい直接的になったな。で、なんかね、物品をあげることができるようになったらしいんだよね。まあ、ここら辺はちょっと次回以降ちゃんと触れたいけど、まあ、今回はちょっと会話。面白そうですね、君は。ちょっと質問してもいいか。あー、なんかま、こういう言い回し実際海外ありそうだもんな。まあ、聞いてみっか。何も答えてくんない。
ああ、これ本格的な告白だな。これはもう結婚してくれっていう文言だな。出身地はどこですか？生まれた場所について教えてください。まあ、当たり障りのない質問だね。1年でいつが一番好き？もうスーパー当たり障りがないね。なんかアメリカ人が鼻で笑いそうな質問だけど。好きな色はありますか？私は茶色です。いや、俺別に茶色好きじゃないけど。理由はよくわからないのですが、ただいつも安心感があるんです。実は気にしないで。ああ、こうやってスクロールができるようになってる。かなり変わったな。ちょっと出身地聞いとくか、ズビ。はい。あ、プラス5、上がったね。簡単に話せることではない。私は人生の大半を森の中の小さな小屋で両親だけと暮らしていました。あ、そうなんだ。そこから私を救ってくれる鎧を着た騎士を夢見てきた。でも誰も来なかった。だから最初の本当のチャンスを逃すことにした。あー、なるほどね。大変な生い立ちだったんだね。で 美人さん元気？あ、また聞ける。あなたのアスレチックな姿はとても印象的です。これちょっとどうなんだ？聞いてみっか。あ、下がった。私が男性のような体格だと言いたいのか。下がった愛情。前より下がったわ。気にしないで。オッケー。中途半端に日本語を習得するんじゃないよ。オッケー。わかったわかった。まあ、これからよな、俺とズビーとの関係が発展するのは。これを俺は待ってたからな。いいよ、もうこのガバ機械翻訳と合わせて、まだまだ楽しめそうだわ。ちょっとみんなにもこの面白さを知ってほしいわ、ほんと。よっしゃ、最後に、今回は、鶏小屋をね、まあ、ちょっとアップデが来たとか、まさかの出産とかで、ちょっと話がずれてしまったけど、ちょっとやっぱ今回はこれだけはやりたい。鶏小屋を置いて、ちょっと鶏を飼育しようかなと思います。まずは場所決めだね。まあ、こっち側、村向かって、湖向かって、左側、こっちの空間に作ろうと思ってるんですよ。こっちが動物の王国にしたいなぁと。ここら辺に建てるか。少しだけ木切った方がいいかな。よし、じゃあここら辺に、あ、結構ちっちゃいな。向き的に、これはどういう作りなんだろう。全然向きわからんぞ。これ入り口か？向き的にじゃあこんな感じで、あ、ちょっと待ってよ。あー、悩ましい。はい。簡素。簡素。これで、建築。ここで完成。OK。おー、鶏小屋や。ほんとだ、鶏。あ、お、合切り袋ってなんだ？合切り袋？合切り袋でいいのかな？さっぱりわからないな。まあ、ここに鶏子たちが収まるんだね。で、餌が必要。そう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 。餌をアンロックさせとかないといけないんだよね。どこだったっけな。あ、これだ。ここで餌をアンロック。おっと。麦にライ麦にわら。やば。餌ないぞ。買わないといけないな、しばらく。まあ、とりあえずアンロックだけしとこうか。やべえ。もうほんと、完璧にいろんなもの育てないと、ちょっと、金が回らなすぎる問題はやっぱ、ついて回るな。よし、まあ、とりあえず、餌問題ちょっと出てきそうだけど、一回、売ってる場所に、ひよこっこを売ってる場所に行こうか。ちょっと、ズビ、さっきので教えてくんないかな。どこでで、産業動物、ニワトリ。ロルニカとボロをね。ありがとう、ありがとう。サンキュー、助かった。マップ的に、ロルニカ。ロルニカって、あー、ボロボ。ボロボの方が近いな。じゃあさっき行った場所だね。そっちでひよこっこ買おうか。あれか？あれか？あのね、
山猫が追加されたんだよ。あれじゃないか、山猫って。たこれ多分、あのね、襲ってくると思うんだ。これはもう選手先制の構えでいいんじゃないかな。どう襲う君。あ、逃げてるか。あー、逃げるね。これ、子猫かな。まあそう、山猫を追加されたので、子猫っぽかったね。大型は襲ってくるみたいな。あ、君も。なんか山猫大量発生してないか。あっちにも。あれは鹿だ。あー、まあクーガーでいいのかな。まあ、あれだね。肉食なので、襲ってくることでしょう。まあ、それも次回以降ね、掘り下げたいところ。はい、着いたぞ、村。ひよこっこ、どこだっけな。こっちか。マークがこっちを指してる。ここら辺？まあ、ワトル壁だと思うんだっけ。あれ？まだ仕事に出てないって感じか。あ、この人だ。因果、応報。品物を見せてくれ。おい、あんた。やっぱそこら辺変わんないよね。あ、餌売ってるな。餌買いたい。ちょっとこっちも売り物少しだけ持ってきたから、バスケットを売って、餌高いな。いやー、やばいな。ちょっとマジで餌の生産体制はマジで整えないと。5個で140だよ。どんくらい消費するかも問題だな。まあ、とりあえずちょっと5個だけ買って、ちょっとひよこっこどこですの？あ、いたいた、あれだ。いたいたいた。ね、おんどりとか高いからね。ひよこっこ。女若鳥。女若鳥。オス若鳥。男若鳥。あ、男若鳥。翻訳変わってるかな。あ、じゃあ、女若鳥買うわ。女若鳥買います。鶏小屋に、はい、送って、あー、こんだけ買えるんだね。あ、じゃあ、ここに、割り当てる？はい、割り当てた。で、女若鳥、餌が足らないマークがついてるね。これ、急いで戻らないとやばそうだな。よし、帰ってきたぞ。こっちはね、ひよこっこ。飢えてるだろうに、ひよこっこ。どこにいんの？これ、あー、女若鳥。すまなかったな。これで、はいはいはい。あんな高いの買って、やばいな。餌、消費怖いな。これ管理画面でなんか見れないか。鶏1、女若鳥。あ、売るためのマーク。あー、なるほどね。このマークをつけると多分売り払っちゃうんだね。平均寿命6年。あー、なるほど。この鶏小屋も、どれだろう。鶏小屋も人を割り当てて、はいはいはい。労働者がいない。あー、ま、労働者いる？何かすることあるかな？まあ、ちょっと、餌問題、やばいな。めちゃくちゃお金食うから、早く生産できるようにしないといけないね。まあ、ともかくよ。あ、あれ、何？ベビちゃんの顔を見て今日終わろうと思ったのに。ベビちゃんいないよ。ラドミラアップデで。ラドミラアップデで子供失ってるから。ちょっとやめて、その母性に溢れた眼差しでどっか見んの。溢れてっていうか、ちょっと疲れた顔してるけどさ、いないから今その腕の中。おーい、どこ行った？赤子どこ行った？